どうも、大西ライオンでございます。6月の21、22日にですね、第2回ゴルパイナイサーコンペ開催されます。ありがとうございます。もうですね、結構ですね、たくさんの方に、ご参加いただいておるんですけども、最後の告知でございますんで、まだご予約されてない方はですね、こちらの方のゴルパイナイサーコンペぜひご参加いただければと思います。千葉国際カントリークラブさんでやらさせていただきますんで、よろしくお願いします。で、ご参加される場合はですね、千葉国際カントリークラブ様にですね、お電話いただいて、何名で参加します、もちろん一人での参加でも構いません。はい、できればですね、まあ4人だったり2人だったりで、3人でもいいですかね。まあでも4人だと一番ありがたいですかね。2人でもいいですよ。はい、ほんなら2人と2人で、組んでもらうことにはなると思うんですけども、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、もちろん21、22と2日間参加していただいても構いませんので、よろしくお願いします。はい、6月21日、22日、ゴルパイナイサーコンペ、ぜひお越しください。ありがとうございます。待ってまーす。パスリーです。155ヤードです。はい、私7番でちょっとフルショットしてみます。よいしょ。いきます。左か。ちょっとしかもでかいんじゃないか、やっぱ。うん。あ、ちょっと大きい。やっぱ大きいよ。左向いてジャストミートしたんだ。そうですね。ちょっと引っ掛けちゃいましたね。珍しい。はい、勝てるぞ。勝ちましょう。僕は8です。パー3やらかしてんな。また。はい。眺めていきましょう。はい。そうですね。それ見たいよ。綺麗ね。はい、完璧。はい、完璧。ああ、ええー、ね。フィニッシュの練習。いえ、それいいよ。本当だよ。フィニッシュの練習。楽しそうやな。はいはいはい、あー右やけ ど、乗れ右なんだ。あ、距離ぴったり。でかい、でかい、でかいんかな。155じゃないんか。え、8番で8番です。155じゃないんじゃない。みんなあれ、あの測るやつ変な反応してない。ちょっとね、ったで、あのスモークというかあれがかかってるから155じゃないんじゃない。な、何ヤード144って書いてある。そうなんですよ。だピンが奥なんとかな。155だよ。あ、ほんま。いや、わかんない。いや、大丈夫大丈夫。ほんなら155か。155。あ、本当ですか。うん、じゃあ合ってっか。なんか飛びすぎてる気するよ、うん、うん。今回いけそうな気がしてる。はい、はい。おお、ちょっと右か。右なんだね。もともとすごい右行くね。ビアンカ、ちょっとね、フェースがやっぱ右向いてんのかもしれないですね。なるほど、はい、最初から、はい、出だしが右なんで。なるほど、はい。ビアンカでした。ビアンキャー、ビアンカ、いやだー、惜しい。8でな、8で超える。いや、ほんまやな。いや、でもちょっとクラブ立ちすぎてるで、多分。ほんまに。だから普通より飛んじゃう、多分。で、高さが出ないんじゃん。そうですね。それで、止まらないよね。うん、何回も言ってるやろ、この。あ、やばい、出てる。やばい、目ピクピクなっちゃう。ああ、やばいやばい、それですね。いやいや、距離ぴったりですわ、なんか。多分乗ってる。誰が乗ってないけど。あ、距離はいってるってこと、うん。あ、ぴったり。乗ってなかったら意味ないやろ。乗ってなかったら。怖いが壊れる瞬間。衝撃映像。ああ、怖いが壊れる。秩序がなくなった瞬間。ちょっと距離あるで感じですね。ノブゴルフクラシックという、はい、番組ね。CS のフジテレビの番組で、はい、大江香織さんにバンカー習いました。うわ、ちょいフェース開いて、左足の方を置いて、左足体重で、はい、だるま落とし、だるま落とし、だるま落としでいい。いや。
しません大江さん。こんなもんです。むぎゅって言ってもたらごめんなさい。行ってくれという気持ち、はい、飛んでくれという気持ち、はい、飛んでくれという気持ちで、いや、さんと聞いたの、はい、さっきこっちやる、あ、ちょっとね、あっちこれを真ん中に置くのか右に置くのか迷ってるんですよ。あー、わあ、ちょうどすごいかっこいい、これライトと顔が当たって15ヤードぐらいね、うん、何でこれ出すの可能なんですけど、はい、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、すいません、15ぐらい、うん、ちょっと右に置いて転がします。うまい、おお、惜しいで、あとです、もうほんま20センチ惜しい、はい、これ何これ絶対出ないよな。難しいっすね、これは難しい、これ絶対出ないよな。マジですよ、ちょっとグッといく、いや、顔当たる可能性だよな、はい、まあ、はい、多分超えると思います。だけど、ほんまそれごといくみたいな、はい、手折れてもいいやつか、はい、そうっすね、ちょっと折りましょうじゃないな、手プライベートゴルフで折る、いやな、それこわ、こわ、うまい、うまい、うまい、ナイスアウト、危な、折れました、大丈夫ですか、はい、手折れてない、手ギリギリです。よかった、ナイスアウト、もうしゃーないですね、今、はい、ナイスです、でもアウトしたから、あ、もう全然ダメだ、大丈夫、大丈夫、こんな映像が残るとは。いや、最悪、難しすぎました、どうぞ、打ってください、うん、これは恥だ、恥、うまい、転がします、はい、うまっ、うまい、あー強い、こいく、25ヤードぐらい、はい、58で、はい、いいんじゃない、止まれ、こいこいこい、止まる止まる、4つ入れ止まった、はい、ナイス、ナイス、もう、いや、オッケーじゃないな、はい、これは全然あるな、はい、逆目ですね、もう目とかないよこれ、いや、逆目の4つ湯だから相当重いです、そう、4つ湯だけ、そういうことね、結構打とう、いけ、入れ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 、ナイス、ナイスパー、随所にいいとこ見せてるね、頭コツコツされて怒りで来たんだ、随所にいいとこ見せてる、坊ちゃん、おつな空っぽなんですか、ナイスですかって言ってからやからな、どうぞ、ナイス、これは打たな入らんぞ、はい、4つ湯に負けるな、で絶対ずっとショートしてんの、声裏返ってます、はい、絶対絶対ショートしてるのだから、絶対ショートすな、いい、いや、強い、強いんだ、これ強い、強い、はい、強い、何をしてんの、やば、ラウンちゃん、はい、送りやりにしてくれ、ライオンさん、お願いします、こんなの流さないでください、お願いします、ちょっとちょっと黙ってください、すいません、僕は200円でこれが残るんですよ、頼みます、はい、ライオンさん、はい、はい、やばいやばい、4、グロー、ちょ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 、あれ、あ、怖い怖い怖い、ちょっと待って、1だ、はい、2だ、はい、3打でバンカー出て、はい、4打でアプローチ行って、はい、5、はい、6、7、やばダブル以上、はい、やばい、吉野さん、パーですね、ナイスでした、まあそこはライオンに勝ったってことだよね、そうね、いやナイス、ハイマーか、はい、ハイマーか、ええー、のー、黒澤明の助監督か、はい、パー5です、ダブル蹴るの時代の520ヤードのパー5です、何言うとんの荒れてるわ、荒れてる、行きます、
いい。よいしょー、ナイスフェード。これはめっちゃいいとこ行った。完璧。はい。ステルス。ありがとうございます。最後島さんのステルスプラス。あ、痛い。はい、どうした？何が起こった？背骨折れた。変なところに股関節の力入って。まだ。いい。いいよー。ステルス。よし、ええやん。ちょい右斜面やけど全然大丈夫。いいよ。ええやん。ええやん。振り切ってる。振り切ってる。ええやん。ええやん。もうしっかりパクってるだけやから。なんかちょっと変えてるとかじゃなくて、もう言ってるだけやから。言いたであるんすよね。ええやん。なんか変えたりせんと、プロは。変えない。プロは。むちゃくちゃ、ザコシショウが言ってるだけや。痛なるっすよね、これ。痛なるけど、はい、ちょっとな、もう俺この YouTube で恥しかさらしてないから、はい、思いっきり振ってみるわ、はい、あのさっきまで良かったっすもんね。本当ですよね。いや、なんかな、自分で試し出したんや、いろいろ。なるほど。したら良くなくなってきた。で、左向いてると、はーい、しょう、行けるところまで行ってみろ。ナイスショー、最高、最高。これは気持ちいい。気持ちどまん。うん、どまん。これ行きましたね。はい、これはいいショット打てました。最後に掴んだ。はーい、そー、ナイスです。あざーす、あざーす。来た来た来た。これはどまん。はい、ね、みんないいショット打った。さっきのホールお蔵入りになりませんか。なりません。すごいです。すいませんが、パー37です。9万です。9万。そういう商売してんの、はい、ゴルパイナイサー。はい、ゴルパイの、すいません、ゴルパイの資金源です、はい、ゴルパイナイサー。そんな商売してる、はい、だから恥ずかしいホール流さない代わりに、はいはい、お金取ってんねん。ほぼリベンジポルノだと思ってます。吉村さんのはあの全部流します。はい、恥ずかしいのも俺はお金払わないから流してもらっていい。はい、いやマジで2万なら出すけどな。2万なら出すぞ。あ、さっきのバー37だ。9万なんです、相場。すいません。めちゃくちゃやん。いいですね。これはええの出た。うわ。あれ、これめちゃめちゃ木にかかってる。パー5ちゃいましたっけ？パー5です。これ2オン無理やな。あ、そうか、この木が邪魔か。木が邪魔。それでは木の真裏でしたね。私はね。あ、違う。これ本で荒れちゃいますか？池あるんちゃうかな、そこ。へえ。確か右に攻めなあかんのちゃうかな。左に池です。そうよね。だから右に攻めないと。あ、なるほど。本当だ。はい。5番ユーティリティで右が、右があの辺ね、はい、はい、あのライトらへん、ライトが上がってるところがいいと思います。右側のちょっと短く持って、ナイス。強いか、ちょっと飛びすぎ、飛びすぎかな。止まって止まって、あ、大丈夫ですね。まあ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 、はい、大丈夫です。ナイスです。オッケー。そう、左やねんけど、これだってもう谷でしょ、そこは。何ヤード？どこ狙う？右？うん、右のあの真ん中の照明狙って左行ったような。ああ、照明ね。ど照明の照明狙い。3番ウッド。はい。あ、3番じゃ、5番。はい。3番持ってないわ。届いてない。はい。2月ぐらいに買ったはずなのに。注文はしてる。ナイス、すごい抑えて、いいええー、とこ、はい、いいと思う。ナイスです。よし、はい、全然ええとこ、はい、はい、谷の下の、ありがとうございます。はい、こうなってるからね、こう、うん、こうなってるんですよ。あっちがもう全然池なんで、あそこ狙ったらやられちゃうんですよ。いやー、これはライオンちゃん狙ったらすごいぞ。でも今日俺に勝つためにはもう狙うしかないのよ。出ます。200ちょうど。200、はい、分かりました。あ、ごめん、180です。はい、180、180です。 OK です。じゃあユーティリティで2オン狙い、うん、
ってことだ、行け。いや、行けは大丈夫かな。行け、行くな。いや、行ってみて。行ってみて。行けかも。うわー、ダウった。うわー、珍しいね。いやー、狙う必要ある？ないよね。トシさん、トシさんには。いやいや、トシさん。池に入ってたら、まだ俺、もしかしたら勝てるチャンスあるね。チャンスあるかも。チャンスあるかも。ヘッドだ。に勝てるぞ。103ヤードピッチング。はい、103ヤードピッチング。はい、ピンを。もう池怖がらずピンを。デッドにね。もう左側狙います。はい。ああ、ちょっとショートかな。かな。池。ああ。手前ですか。手前か。ね。悔しい、ダウンブローに入れてない。ねえ、惜しかったっすね、いい当たりやった。あれ、よかった。くそー、はい、くそー、ライオンがあった。上がるは上がるけど、うわ、むずい。ノブさんの方打ちます。はい、これは勉強になります。これは80ヤードぐらいかな。やっ、よし、入った入った。ちょっともう一回打ちます。もう一回ここから。ダメ。はい、めちゃめちゃ乗ってましたもん、ね。いや、ノブさんめちゃくちゃ乗ってますよ。すげえ、やべえ。バーディーチャンス。はい、ノブさんの方打ちますね。気をつけてください。打ちます。はい、危ない。手出る。乗ったか。これができれば。やっちゃった。吉村さんが余計なことすんな、吉村。頼むぞお前。これええとこ置いたね。47ヤード。58。俺だって吉村さんがマネージメントしてるの初めて見たかもしれない。確かに真ん中に置いちゃダメじゃ上に上がっちゃうから。うまい、ナイス、カモン、うまい、カレーシャー、ナイス。これバーディー取られたらちょっとつらい。絶対バーディー取る。6メーター下りっすね。はい、左っすね。で、どう向きだこれ。不審な動きしてる。どう向いてんのこれ。不審な動きしてるな。はい、まっすぐでいいと思います。まっすぐや、わかんない。ものすごい不審な動きしてます、グリーン上で。どうやって見たらいいかわからない。今、他の人の四つのライン見てた。はずる。全然なかった。はい、オッケー、6バーディーパット、6メーターバーディーパット。はい、カモン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 。うわー、うわー、うわー、オッケー、ナイスパー。はい、仕方ない。はい、じゃあ先、はい、オッケーです。オッケーです。私じゃあちょっとパーパット打つんで、吉村さんのバーディーパットは最後にします。弱いんじゃない？いやー、弱い。ある、ある、ある。やべやべ。もう一度します。お先です。うわ、入れてきた。ボギー。ボギーです。めちゃくちゃうまい。カモン、カモン、カモン、カモン。うわ、惜しい。オッケー。いいよ。ナイス、それ。見せ場作りました。はい、じゃあちょっと止めます。ということで、最後が、
私はパーでした。はい、ナイスパーです。ありがとうございます。吉野さんもパーですね、はい、私意見入れましたが、はい、ボギーでした。あ、はい、ほんまかな。え、だって怪しいよ、意見入れて意見入れてなんか打ち直したりしてたよな。だって4打目でで5打目6ですから、はい、まあまあ、でもプラス1ですもんね。まあまあ信じよう。まあ、ということはもう絶対俺がダメやな、はい、そうですね。ではお願いします。ゴールバイナイサー。すごい喉伸びてました。深夜に大声出そうと。ナイターゴールは全然恥ずかしくないわ。真っ赤になった。若手ライブの時間が時間オーバーの時だ。オチですね。はい、ありがとうございました。